ただいま。はい、おかえり。ママ、はい、ダメじゃない、鍵をここにポンって置いたら。やらされてるから。まあ、でもママこうやって置けへんで。カバンなんか入れっぱなしとか、ね。せやね。多いやろ。いつもどこって言われる。ママ、鍵どこ行ったんって言ったら、言われる。カバンの中入れっぱなしやな。あれよくない？うん、知ってね。怒られてるから知ってる。せやね。うん。ランクルプラド、うん、盗難対策、うん、基本の木、はい、リレーアタック対策、うん、ね、盗難多いからさ、うん、ランクル、うん、知ってる？知ってるよ。何位か知ってる？車種別盗難台数。え、車種別？うん、車種別ってどういうこと？車種別プリウスとか、うん、アルファードとか、うん、いろんな車種、うん、日本であるやん、うんうん、それの中でランクル含む、あ、2位？1位。あー、そう、プラド含むランクルだが盗難車種第1位。へー、そうなの、一番取られてる。盗難注意してってめっちゃコメントも来てたしさ、そんなに取られんねや、ね、めっちゃ言うてたよ最初から。そうやね、まあ、あんま周りでは聞かないけど。アルファードは何位？アルファードがね、3位か4位。あー、うん、アルファードもまあ結構多い。あー、そうか、うん、はい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 。で、対策として、うん、リレーアタック対策ね、まあ、リレーアタックとは、うん、こちらちょっと俺別に解説する。そうしようか。もうそうやね。リレーアタックとは通常 2,3 人一組で行われる犯行。まず一人が玄関先などに近づいてスマートキーから発せられる微弱な電波を受信、家の中にあるキーと車の電波を特殊な機器で中継、車の近くにいる人物がドアのロックを解除しエンジンを始動させ車をそのまま持ち去っていく盗難方法です。はい、はい、あのこういう、まあ、リレーアタックってこういうことなんだけど、スマートキーってさ、要は鍵穴に刺さなくても鍵が開きます、うん、こうってことやろっていう意味。そう、 そうそうそう、はい、で鍵も閉まりますよね。うん、まあ、便利やん、うん、だけどこれってなんでこれ開くかっていうと、うん、微弱な電波がピリピリピリって出てるのね、うん、でそれでまあ、 開くような仕組みになってるんやけど、うんうんうん、でそれがまあさっき解説した、うん、まあ、リレーアタックで、うんうん、まあ、それを使って盗難されますと、うん、いうことでね、うんうん、まあ、それの対策をする必要があります。あ、で一つとしてこれ開けてみて、これ自体の電波を止めますと、うん、あ、そうっていうのがあって、うん、それのまあやり方なんやけど、こうね、上のこのキーのところを押して1回、あ、で、ここの下を2秒、あ、開いた。え、そしたらこれでもう電波が切れてる、うん、で、ちょっと開けてみて。あ、今開くんか。今開くんか。今開いてるから閉めるってこと。閉めて。うん、まよ。閉めてるよ。閉まった。あれ、ええ、あれ、ここを2秒ん押して1回で、こう下を2秒長押しだ。さっきそれしてなかった。あれ、下ってこと。あれ、ちょっと待って、もう別でやったらいいんじゃん。あれ、ちゃんと。ああ、分かった。はい、やります、はいはい、もう一回ね、うん、要はこの電波を遮断する方法、うん、この上のこのボタンを長押し、うん、押したまま、うん、下のボタンを2回押します、うん、したらさっきとちゃうわけ、うん、まあいいや、うん、はい、あ、なんでさっき同じことしてなかった、はい、いや、あのこれ上を2回押したんよ。これ長押ししたままこの下のボタンを2回押せば、あ、そういうこと、ほら、あ、いや、もうこれ電波が出なくなってるから、このスマートキーでは開かなくなってる。これ会場の場合はどっかしらのボタンを1個押すんだって、うん、あ、それだけ、うん、え、あ、そう、なるほど。もう一回ね、うん、電波を遮断する方法は上のボタンを押しながら下2回、うん、こっちこっち、うん、せやな。そしたらもう、はい、あ、ここね、あ、ここ入りました。はい、で、電波をもう一回復活させるときはどっかのボタンを押して、うん、はい、うん、これもさ、癖づいたらできるんちゃう？うまいな。いや、まあ頑張ったらさ、まあ、でもこのキーケースに入れてますっていう時点でね、このキーケースいらんくない別に。
最近思ってるけど、ね、前も言ってたな、はいはい、まあ、こういうやり方が一つありますということと、うん、もう一つが、うん、ダダンダダン、これね、うん、まあ、アルミの缶、うん、ね、アルミの缶に入れましょうっていうね、なんて入れて、で、うん、このアルミの缶が電波を遮断するので、うん、リレーアタックの対策になりますっていうね、うんうん、で普通のまあアルミ缶でもいいんやけど、うん、大きさが、ね、なかなかいい大きさ、ね、大きさがなかったね、うんうん、だからこれを買っていつもこうやって、ね、うん、ポンと置いてこうして、うん、でやってたんやけど、うん、ちょっとこの開け閉めがめんどくさいねっていうので、うん、で今回あのキーボさんはいはい、っていうところから面白い商品というか、まあ、便利な商品をご提供いただいたので、うん、ちょっとそれをご紹介するんだけど、うん、はい、これね、ダディン、ダディン、ダン、キーボ、おー、ほんま、キーボって書いてる、うん、はい、で、これも同じく入っちゃった、電波を遮断するキーケースに、はい、なってます、うん、で、これ何が便利かっていうのは、うん、もうここに、まあ、今パカッて開いちゃったけどさ、はいはいはい、ここが開く口になってて、うん、でこれをピュッて、あ、はい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 、ってってことやね、うん、だから開け閉めがいらない、おー、うん、何気にこれ毎回のことやからさ、うん、まあ便利なんよね、うん、力して、はい、何気にさ、まあまあ力、うん、そうそうそう、これな、電池？電池じゃない、磁石だ、そう、磁石、磁石、うん、磁石戻りやな、だってふわじゃないよね、あ、そう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 、うわって感じだよね、そうやな、うん、まあ、でここ滑り台みたいになってる、そう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 、ちょっとキモ、ここキップじゃない、何これ、なんか、なんやな、あ、硬いよね、そうだ、硬いね、うん、アルミかな、うん、ほら、斜めになって、ピュッて、あはははははまあ、これ便利な、なんか何気に滑り止めついてるからさ、下にこれ滑り止めついてるからさ、うん、いや最初これ見た瞬間、うん、滑り止め買おうと思ったらさ、うん、ついてるやん、そうなのよ、これ滑り止めついてなかったらめっちゃ後ろ行くやろ、これまあ今だけやけど、これ逆で こうしたらさ、うん、ほら絶対無理やもん、こうなるんやけど、そうそう、下に滑り止めがついてるので、うん、で、ほら、これ、うんうんうん、これ今引っかかってるあら、あーこれ、うん、あーちょっとこうなってるかな、うん、こうっていう、でもまあまあ壁のとこに置くやろ、こんな感じで、うん、うん、まあすごい便利やね、ちょっと試してみませんかっていうので、うん、お話をいただいたんやけど、うんうん、あ、これいいやんと、うんうん、パパ最近こっち入れてるよな、こっちやね、私癖でさ、うん、こっちを開けたら、あ、缶じゃないとか思って、うん、こっち入れてる、いや、そうそう、こっちの方がもうピュッて手入れて、うん、いけるから、ちょっと引っかかったりするんだけどね、これ。だからそのキーケースこれが、うん、そう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 。これがあるから、ちょっと引っかかるんやけど、うん、まああんまこれってないからさ、うん、と入れとけば、うんうん、いいです。で、ちなみにこれ4つ入るんだって。大きいからさ、うん、なる。4つって車4台分ってこと？そう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 。なんかさ、うん、家の鍵もさ、電子なんとかの人って結構置いてると思うね。はい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 。家の鍵ここ入れてたらいいんちゃうかな。あの近所でも言ってたもん。なるほどね、うん、あ、車の鍵だけじゃなくて、そう、こういう鍵じゃない人もピッタもう今、はい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 、そういう録電波が出てる、そうそうそう、あ、そういうのでもいいかもしれないね、だからこれ完全に電波遮断してるから、うん、電波遮蔽率 99.9% 確認、これね、うんうん、ちなみに遮断、いや、そうよね、そう、違うカラーも色がさ送っていただいてて、合計パパがこれボンって置いてたやん、いや、そうそう、私他の色、うん、合計3色だから、ナチュラルウッド、うん、ダークウッド、うん、ホワイトウッド、はいはいはい、うん、これがいい、あ、ほんと、いや、じゃあね、ここのな、縦具がの色あんまり自分の家やけど、うん、好きじゃないわけ、あ、だから縦具に合わせてパパ置いてんやろ、うん、あ、白かった、あ、そう、あ、ほんまや、ほら白合うやん、白の方がほんまやな、おしゃれじゃない、おしゃれやな、あ、じゃあこれにする、うん、これがいい、あ、そう、うん、ちょっと一回これあれ置いて、うん、あの、うん、これ、ああ、これでも、あ、もうこれ、え、だからさ、うん、なんちゅうかな、うん、一番この色ではやっぱ締まるな、うん、ああ、まあそうだね、ああ、締まりはいいかもしれない、まあ、でも白の方がなんか、そうだ、白、いい感じ、うち白っぽいもんだな、そうだね、これでいきます、あ、それかそっち、うん、うん、いいんじゃないですか、うん、うん、今回試してみませんかってご提供いただいて、うんうん、で、視聴者の方向けのなんか1000円オフクーポン
はい、あそういただけるそうなので、はい、あの概要欄に貼り付けときますので、まあ、ちょっとこのね出し入れめんどくさいなとかね、まあ、それは多分こういう、うん、アルミ缶に入れてる人多いと思うよ。専用じゃなくてもあの普通のアルミ缶でもいいですよ。だからさ、リレーアタックって、これ でも蓋が必ずついてると思うよね、それ。だから蓋の開け閉めめんどくさいなって思ってる方は、まあこれ便利かなと、はい、はい、思いますので、ぜひご興味ある方はこちらご参照ください。はい。うん、それでは。以上で。以上です。はい。はい、また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。